アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はポートデルシーからお届けします。まずは日本からの到着者数です。7月28日3851名、29日3484名、30日4044名、31日3960名、8月1日3760名、2日4000名となっています。アメリカは夏の旅行シーズンですが、6月のハワイは訪問者数が減少、多くの企業にとって今年は厳しい夏となっています。ビジネス経済開発観光局によりますと、6月の観光客は約90万人で、昨年の同月より 2% 減少しています。観光客の消費額も減少しており、前年比 4% 減の11億ドルとなっています。マウイ島においてはラハイナの火災から約1年が経っていますが、未だ回復しておらず、観光客数は 20% 以上減少しています。観光関係者は昨年や一昨年の水準には遠く及ばず、ラハイナは依然として経済的に苦しんでいると語っています。地震が多発したことによって、一時的に閉鎖としていたハワイ島キラウエア火山のチェーン・オブ・クレーターズ・ロードを再オープンしたと発表しました。ハワイ島キラウエア火山では地震が多発し、一時的に当局が火山警戒レベルを引き上げるなどして対応していましたが、その後、徐々に地震の回数が減少。チェーン・オブ・クレーターズ・ロードの車両の通行などを再開させることにしたとしています。なお、マウナウルの駐車場とアクセス道路は地震によって道路のひび割れや舗装の歪みが生じているため、引き続き車両の通行は不可となっています。アマゾンの新しい配送ステーションがハワイにオープンしました。7月31日、オアフ島サンドアイランドに3億ドルを投じて新設され、グランドオープンとなりました。アウイキ通りの新しいビルには、巨大なアマゾンのスマイルロゴがお目見え、アマゾンの首脳陣、ハワイ州知事、ホノルル市長、ハワイの議員たちが集まり、伝統的なハワイアンスタイルのブレッシングを行いました。アマゾンハワイの配送ステーションには約500人が雇用されており、この施設は365日24時間稼働し、毎週30万から40万個の荷物が運ばれてくる見込みです。最初の荷物は来週水曜日に配達されます。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。